釜トンネルは、長野県道24号上高地公園線上にある、長野県松本市安住中の湯にあるトンネル。観光客が年間200万人にも及ぶ上高地へ通ずる車道は、この県道のみであるため、すべての車両がここを通過する。釜トンネルの名称は、県道と並走して流れる安川がこの付近で、強小となり、激流の水しぶきが沸騰する。 ゆけむじのように見えるため、鎌ヶ淵と呼ばれていることにちなむ。上高地の入り口、鎌トンネルの中の湯川出口道、上高地側出口総延長は1310メートル、福音は7.0メートル、計画交通量は2100台、日、設計速度は時速30キロメートルである。最大勾配は10.9%で、トンネル両端での標高差は約100メートルにも及ぶ。 トンネル南側の国道158号との分岐点には県道を冬季通行止めとするためのバリケードがある。現在のトンネルは旧道の代替ルートとして2002年から2005年にかけて建設された。国土地理院ウォッチ図、電子国土ポータルのサイトで公表されている地形図では工事時期の違いによる釜トンネルと釜城トンネルの記載がある。 1927年から1937年まで強用された。本記事では便宜的に初代と呼称する。1937年から2002年まで全域が強用され、2005年にすべて使われなくなった。本記事では便宜的に二代目と呼称する。2002年に上高地側の釜城トンネルの強用を開始し、2005年に 中の湯川から釜状トンネルに接続させる形で、新しい釜、トンネルを、共用開始した。旧道は、釜下道門、釜トンネル、釜状道門からなる。釜下道門、釜トンネルと釜状道門の一部は閉鎖されている。建設当時の過小、1999年に発生した、災害対策、釜状道門の代替として建設された。釜、トンネル、 上高地の昭和市、P21P29 建設の結果、回数年の推論などを記載されている。ただ、古釜ということの言及は見られない。運用開始は、翌1928年11月。霞沢発電所、大正地見学キッ無工学化、2018年7月10日閲覧、釜、トンネル、上高地の昭和市、P30。 カマ、トンネル、上高地の昭和詩、P27。カマ、トンネル、上高地の昭和詩、P31. カマ、トンネル、上高地の昭和詩、P30。カマ、トンネル、上高地の昭和詩、P187. カマ、トンネル、上高地の昭和詩、P30 から 31. カマ、トンネル、上高地の昭和詩、P32. カマ、トンネル、上高地の昭和詩。 P41、カマ、トンネル、上高地の昭和詩、P43 から44、カマ、トンネル、上高地の昭和詩、P33、カマ、トンネル、上高地の昭和詩、P49 から 52AB、カマ、トンネル、上高地の昭和詩、P150、国土地理院を、地図、電子国土ポータルのサイトで公表されている。 地形図では150メートル程度に見えるが、釜トンネル、上こっちの昭和市の1ページ目、はじめにより、前の図面掲載ページでは50メートル程度に見える。松本砂防事務所発表。ありがとうございます。